俺は子供みたいな人間なんだ。父親になってもう6年も経つのに、子供、子供、大人、子供、子供みたいな大人だから、僕は大人、子供、子供、大人、どっち、子供みたいな大人、それとも大人みたいな子供、どっちが本当に大人、どっちが本当に子供。子供みたいな大人から大人みたいな子供が生まれることなんてあるんですか。よくわからなくなってきた。僕はどっち？僕は一体大人みたいな子供なのかな。もしかしたら僕子供だ。そうだ、子供の声になっちゃった。遊びに行こう、みんなで遊ぼ、ポケモン遊ぼ、妖怪ウォッチ見よ、子供楽しい、強い、子供は強い、美味しい、甘いもの毎日食べちゃえ。甘いものだけで野菜なんて絶対食べたくない。パピ大嫌い、パパ大嫌い、マミ大嫌い、イエイイエイイエイ。でも子供になったらデートができない。デートができないのは嫌だ。俺はもう一度大人になろう。そして渋谷にナンパ、渋谷でナンパをする。もちろん大人の女性を。僕は大人の女性が大好き。